スープうまいな。すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今年に入ってから毎月開催しておりますおごる TV。 月に一度私すするが視聴者の皆様にラーメン100杯をおごらせていただくっていうイベントになってるんですが、今回はね、初めて関西での開催となりましたということで、こちらです。ドン。大阪メトロ谷町線谷町9丁目駅から徒歩1分のところにありますジャンクストーリーさんにお邪魔してます。こちらジャンクストーリーさんは大阪で一番有名といっても過言ではないくらいの塩ラーメンの名店中の名店で、なんですけども大変残念なことに昨年店主さんが不慮の事故によって他界してしまったんですね。店主さんが亡くなった後しばらくお店は休業状態に入っておりまして、もうこのままジャンクストーリーっていうブランドはなくなってしまうのかなと思ってたんですが、残ったスタッフさんたちの手によってこの店主さんの意思を継ぐジャンクストーリーがね、復活を遂げました。店主さんの魂が宿ったこのジャンクストーリーの塩ラーメン、果たしてどんな復活を遂げたのか、早速すすりに、そしておごりに行っちゃいましょう。レッツゴー。今日一番に並んでくださっていた方、何時から並んでくださったんですか？僕一応4時からここに並んでます。4時4時はマジですごいな、でも本当に。え、しかもどっから来られたんですか？兵庫県から。兵庫からまだわざわざ2時間車でぐわーい。いや、すごいっすね、本当に。いや、ありがとうございます、ほんとに。すでに5時間ぐらい並んで。そうですね、5時間ぐらい。めっちゃ普通みたいな顔してますけど、だいぶすごいっすね、ほんとに。まあ。いや、すげえ、ほんとに。いや、ありがとうございます。いや、ちょっとまたよろしくお願いします。いや、ありがとうございます。お待ちしてます。ありがとうございます。朝早くから、いや深夜と言ってもいい時間から並んでくださった方もいて非常に感激。皆さん本当にありがとうございます。100名の方一人一人に整理券をお渡しさせていただき、なかなか会うことができない関西のズルズルズの面々とも交流ができることは嬉しい限り。第1回から見てくださっている方もいて、 YouTube を続けてきてよかったなと改めて実感しました。というわけで、ここですするからご挨拶。おはようございます。おはようございます。朝早くから並んでいただいて本当にありがとうございます。大阪で初めてオゴル TV をやらせていただくということで、本当に朝からたくさんの方々に並んでいただいてありがとうございます。で、今日からジャンクストーリーも営業再開、本格的に営業再開されるということで、またジャンクストーリーをまた盛り上げられたらと思っておりますので、今日だけとは言わずに、またぜひ皆さんも通っていただいて、よりジャンクストーリー盛り上げていただければと思います。それでは本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。麺は多分まだ未調整で、昨日よりは圧倒的マシなんていうんで、この感じとかも、いや、まあ昨日箸休めてからブリックリックスと麺ブロード系測って7、8ぐらいやからだいぶ薄いよ。ギリギリまで味見てます、はい、もうあと15分ぐらいでオープンするけど、まだ味が決めきれてないという状況。ジャンクストーリーさんのラーメンを堪能したズルズルズの面々に感想を聞いたりしながら、ラーメン欲も高まっていき、いよいよイベントも終盤戦。ということでイベントもね、ぼちぼち終盤に近づいてきてるんですが、このジャンクストーリーっていうお店、実は昨年まで違う店主さんが立ってらっしゃったんですよね、もともと。なんですけど、まあ残念ながらその店主さんがちょっと、亡くなってしまいまして、最初はもうお店がなくなるっていうんで、うん、もう会社もみんな解散っていう状態だったんですけど、今のビビグなメニューの今うちの社長の松村さんが事業を引き取ってくれるということで、はい、もう一回集合って言って一回頑張ろうって言って、うんうん、再開しちゃったのがつい最近。今回こういうお話を受けていてありがとうございました。松村さんの逆にオファーいただいて嬉しかったです。せっかくこうなんかジャンクストーリーがその復活するっていう話を聞いたので、せっかくだったらちょっとここでもう一つこうなんかジャンクストーリーになんか勢いをつけてもらって、はい、またこう大阪のラーメン界をまた盛り上げてくれたらなと思いました。はい、井川社長の借りはできませんけど、井川社長追いかけるような立場で頑張りたいと思います。はい、応援してます。ありがとうございます。そしてこの後すするラーメンが非常に楽しみです。よろしくお願いします。緊張します。全然プレッシャーない、ね、というわけでただいまね、100名様のご案内が終わったんですけど、まあ一応おごり終えはしたので、まあ、これからラーメンをすするんですが、なぜかジャンクストーリーさんね、ランチタイム真っ只中より今の方が混んでるぐらいめっちゃ列できてるんですよ。今日から正式に再開するってことで、やっぱ結構ラーメン好きの間で注目されてたのかなとか思いつつ、まあ、もうちょっと待って早くラーメンすすりたいですね。というわけで、しばし待った後いよいよすするもすすらせていただきます。おう、さあジャンクストーリーさん注目です。今回すするのは塩のきらめき復刻版。
井川さんが残したレシピは本人しか知り得ない部分もあり、残ったスタッフさんたちで味の再現をするのにも大変な苦労があったそう。井川さんを慕う店主さんも多く、関西ラーメン工場委員会の会長やラーメン協会の理事を務めたこともあったりと、みんなが一丸となってジャンクストーリーというお店を後世に残そうと団結しています。卓上の調味料は一切なしっていうね、なかなかストロングなスタイルですね、うん、意外と大阪ってそういうお店多いような気もしますね、うん、いただきます。こちらがジャンクストーリーさんの塩のきらめき復刻版です。やったー。到着と同時にブワッと香る魚介の風味に、あの塩のきらめきが戻ってきたんだと歓喜が止まらない。果たして塩のきらめきはどんな復活を遂げたのか、スタッフさんたちの思いもしっかり受け止めて、では本日も一日お疲れ様でした。いただきます。結構ね、食べ方が変わってて、まず鶏チャーシューからいく。というわけでまずは鶏チャーシュー。うん、特製の鶏チャーシューは熱が入ると硬くなってしまうため、最初に食べるのをおすすめしているらしく、ブリンと弾力のある食感がたまらない美味しさ。小ぶりながらジューシーな味わいを存分に味わえる素晴らしいものです。スープうまいな。そしてスープはといえば、鶏と魚介がベースになった、まさに塩のきらめきといえばこのスープといった感じで、口内に明るい旨味がパーッと広がるスカイ完飲確定です。さあこのままスープを飲み干してしまう前に麺とご対面。なんか麺が前に比べてちょっと細くなりましたね。よっしゃ、そうするドドーン。中太麺から細麺へと変化した麺は、むにゅとした滑らかかつ柔らかな表面で、すすり心地がとてもいい。うまいな。塩だれのパンチも十分なきらめきスープとじゅるんと絡み、海苔の磯感との組み合わせも言わずもがな。夢にときめけ、明日にきらめけという名言もあるように、今後どんどん進化し、井川さんの思いとともに発展していくであろうジャンクストーリーさんのラーメンに期待を膨らませながらどんどんすすっていく。そしてここでもう一種類部位の違う鶏チャーシューを食らってみれば、脂身の海苔が良くてこちらもうまい。今日来てくださった100人のズルズルズの面々と同じラーメンを味わったかと思うと、より感慨深いものがあり、みんなの顔を思い浮かべながらすすると、まるで共にすすっているかのような感覚になり、より美味しい。だってみんなですするラーメンは何より楽しい美味しいスパイスなんですからね。てな感じで関西発のおごる TV を締めくくってくれるかのような味玉に舌鼓を打ちつつ、最後はきらめきスープをぐいぐい飲んで乾飲コース。たくさんの思いを漏らさぬようしっかり飲み干せば、本日も完食です。大変美味しくすすれました。魚介の明るい旨味が広がる素敵な気持ちになれる一杯でした。めっちゃうまかった。それではごそれ。めちゃくちゃうまかったです。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。いやー、ラーメンスタイルジャンクストーリーさん行ってきたんですけれども、スープめちゃくちゃうまかったですね。うん、もともとね、店主を務めていた、ジャンクストーリーの井川さんといえば、もうほんと大阪のラーメン界でもね、もう天才が現れたぞ、もう天才ラーメン職人が来たっていう感じで、井川さんが作った塩のきらめきっていうのもほんとすごいラーメンだったんですよ、本当に。まあ、井川さん亡き今ね、ジャンクストーリーのスタッフさんたちや、あと井川さんの師匠であるね、金星の店主さんとかも今日の朝いらっしゃってて、もうほんと開店ギリギリまでね、この味でいいのかどうなのかみたいな、そのもう問答やってて、まあ、それでもうしっかりとスープをね、仕上げて、簡易余裕なうまさでしたね、本当に。とにかくね、魚介のうまみ、そしてね、ベースのある鶏のうまみのね、太さ、もうその2つが合わさって、さらに貝のうまみが効いた塩だれもいい味出してて、いや、あの塩のきらめきはね、やっぱ塩ラーメンの中でも傑作だなと思いますね。うん、麺がリニューアルしてから、前のね、井川さんのジャンクストーリーの塩のきらめきよりも細くなってたんですよね。麺に関してはね、まだまだやっていかないと、あの林さんも言ってらっしゃったので、まあでもそれでもね、あのスープをジュルンとしっかりと持ち上げて、まあ、スープと合わせてすすれば、もう麺もめちゃくちゃ美味しかったですよ。うん、まあ、トッピングはね、すごくシンプルで、まあ、鶏チャーシューと、まあ、あと今回味玉トッピングしたんで味玉なんですけど、いやー、もうあれはでもね、スープと麺だけで完成してますね、本当。まだまだ再開したてなので、ご飯物のメニューとかも全然、あの新しいのがまだ出てない状態なんですけど、新しいメンバーで再出発を遂げたジャンクストーリーさん、まあ、店内にもね、至る所にあの元店主の井川さんの写真とかも貼られてて、すごくスタッフさんたちからも愛されてたんだなと感じつつ、これからもね、天国の井川さんが安心して見守れるような、みんなから愛されるジャンクストーリーになってくれることを心から願いますね。僕も応援していきたいと思います。そしておごる TV 来てくださった方々、本当にありがとうございました。今回でジャンクストーリーうまいと思った人、ぜひぜひ通ってください。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメンスタイルジャンクストーリー本店さん。
明日にきらめけ、潮にときめけ、復活おめでとうございます。